すいません、どうぞ。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よいしょ。ありがとうございます。はい、これ皆さんなんの、あ、ムネさん どこ座りますか。ムネさん、助手席座ります。どうです、先生とのメイド、どういうこと、紹介してくれて、ここに入る。え、課金しまくってるんですか。うん、適当に。だから休みの人がチャリンコ乗って、うん、息子を天神連れてってやってる。めちゃめちゃ回るんですよ。ヤシもハマってる。はい、面白いよね。面白いです。海洋があったって、色違いがどうこうとか。そうさっきグラードンのなんか緑みたいなのが出た。え、マジですか。ポケモン世代じゃないからさ。あれどこでやるんですか。あ、そうですよね。そうなんですよ。ポケモン知らないんですよ。知ってました。こうやってこうやって避けるんですよ。知ってました。めんどくさい。攻撃あるのみ。5人か。はい。5人？あ、5人か。あ、きついね、5人は。36？ はい。あ、じゃあ、俺が34。来た、来た。こっから撮った方がいいんじゃないですか。あ、もう撮ってんすよ。撮ってんすか。はい、番号10使ってる。怪しい。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、大丈夫ですか。お疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いします。そこが、そこどうしたらいいですか。お願いします。みんな元気ですか。元気です。あ、よかった。すみません、楽しみ。いい、大丈夫、出てないです。うわ、暑い。完全武装ですね。完全武装できたよ。打ったよ。また打ったっすか。いや、ヒット打った。あ、そこにね、打ったよ。とんでもないことしてるよね、これ。50だから、イチローさんの記録56だから、それいったらちょっとすごいことあるね。あと9試合。ほとんど欠場してないですよね。全部出てるよ。ですよね。うん、途中交代あるけど。あ、体どうなってるの。いやいや、どんな治療をしたら。で、知りたいよね。どんだけ。今月ね、考えてたと思うんですよ。彼女の目には。それをしっかり受け止めたじゃないですか。受け止めましたね。あれはね、さすが。あれで避けたら。何をしてるんだって。きっとね、部屋に帰ってきて怒られる。だから、まあ、いつもね、こう睡眠のこのやつをつけてるらしいんで、なんか寝る前になんかこういうつけて、はい、でそれが全部分からかかれるらしいけど、もうとにかく睡眠。だから2度ね、1回朝飯のために起きて、飯食ってその後また寝るっていう。1に29以下の中これだけだけらしい。もう場面関係なく。これのお茶どれかな。腸内環境整える。ええー。今やってるの。怪しくないですか。大丈夫。これ大丈夫。よし、これ大丈夫。どうやる。開けていい。開けてください。今もない。天気つるんです。あ、そういうの。じゃあ、すげえ。どうやって。俺今やってる。食後にちょっとだよ。今ちょうどいいや。こんにちは。川崎宗則と言います。今日は、川南町に来れてですね、非常に嬉しいです。僕も鹿児島県出身なんですけど、宮崎にはよく来てました。川南町は実は初めてなんです。でもこんな素敵なグラウンドがあるなんていっちゃん知らなかったです。嬉しくてしょうがないです。これも川南町の、
ね、町長をはじめ皆さんが野球を大好きだということが伝わってきます。じゃんと今日はですね、すごい講師の先生たちも来てます。節さん、吉村さん、井本さん、みんなソフトバンクで頑張ってくれた素晴らしい選手なんで、たくさんいろんなことを聞いていい時間を過ごせたらなと思いますんで、よろしくお願いします。ちょっとできたか。次からじゃあ4箇所で分かれます。座ったままで、どうぞ。これエラーしない、分かる。ボール取るときもキャップのとこ見る。大体エラーするときね、プロ野球選手がこう目が切れてる人、切れてるときに大体エラー。外野もそう、こうやってパーって目が切れたときにエラーする。で、ボール、グローブ、ネッティ位置をしっかり意識してやったら大体大丈夫。お願いします。はい、じゃあ、いよいよ止めればいいよ、大丈夫よ。ほい、バッタボック入っておいてたらいいよ。あー、惜しい。大丈夫。よいしょ。じゃあ、ちょっともう一回集まってください。で、今度、やっぱり野球ね、投げる前に何しますか。取りますよね。取ります。取ってすぐ投げようとするんだけど、取って1、2で、自分で1、2とか言いながら投げ返してみましょう。みんな取ったらすぐ投げちゃうんで、1、2、3、4とか自分で何でもいいんで口に出してやってみましょう。 OK？ はい。で、恥ずかしがらんでいいよ。こうバッティングにも一緒つながってくるんで、はい、こういくよ。 OK？ 1、2、そうそう、ゆっくりゆっくり。 OK？ OK？ あんまり取って急いで投げることじゃなくて、体を使いながら、そうそうそう、ピッチャーがまず投げたら何を振る、どの球を振るかっていうのを判断しないといけないです、自分たちが。その判断をするのに今日君たちに伝えたいのは、この目が固めだったらどうですか。見にくいのよ。でも見にくいけど見えるよね。まあ右バッターだったらこっちの目、左バッターだったらこっちの目を使ってないんですね。こっちの方、こっちを消してこう構えることが多い。今日みんなに言いたいのは、この両目をしっかり使ってほしい。 OK？ はい、こうやったら、こういう、こうじゃん。 OK？ じゃあ、次どうぞ。次、西江戸西尾の、俺の時の言う、まだ言う。じゃあ、ここら辺にボール来るよね。その時に、どうやってグローブを使うか分かる。はい、いくよ。そう、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 今4方向投げたんだけど、どう取ったか、こっちのボールに対してはこうだよね。こっちのボールに対してはこう取ったね。上はこうだね、下はこうだね。グローブってこう円を描くように使うね。こういう風に使うね。ね、こっち来たらこうだよね。こっち来たらこう、こうね、こういう風に使う。残り3分。そう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 。3分です。優しくです。そう。はい、じゃあ集まってみましょうか。もう一回。この球先が。はい。次ね、上手みんな。オッケー、ナイス。当たり前。そう。オッケー、オッケー。そこからでいい。いいよいいよ、当てるだけでもいいから。僕高校の指導も行ってるんですけど、高校野球ね、やっぱどうしてもみんなボールをね、最後見たがる、取るときやっぱ半身で、で、その時にライトポール見るでしょ。じゃあレフトポール見たときに一本で結んだところを、そこに気をつけて、そこに例えば僕がパーンって向こうから打球が来たときにパッって取ります。こうやってある程度一本の線路でも、これをやると結局距離も伸びてないし、横にぶれてるんで、ボールがこうなってしまうんで、ボールがこう来るんだけど、目でこう自分でこうしちゃうんで、できるだけこう、こういう練習のちょっとやってみましょう。すご
ピュンって投げるもんで、おうまい。おいしい。自主練ね、どうやったら家で練習してましたかって、ね、小学校の時とか中学校の時、家の練習はどういう練習でした？僕はシンプルに素振りしてました。ただ素振りするんじゃなくて、ピッチャーが練習したら、どこに行くの、どんな顔をどうかなとか言って思いながら、10スイングの10スイングを決めて、シンプルに練習しました。はい、家で練習しました。みんな本気で練習しましたその油ね。好き置きが許さんの俺。ああ、違うの。いや、多分違うと思う。油参加するからね。参加しますからね。いや、1番よ。よしよし。1番を狙え。We are。これから準備。
食べます。あ、大丈夫です。めちゃめちゃ食うっすね。僕のずっとハラペーノを食べてます。辛いですか？じわっとじわっときます。食べたけどさ、これでも食べた。今日の食べた。食べてるも食べてる。今度ハラペーノ。じわっと、はい、じわっときます。おお、こういう感じ。あ、辛い辛いな。あ、辛い、ちょうどいい。これでも。これでも。これは何食べた？マジうまかった。さっぱりして選べるのがいいですね。はい、お店の感じもいいですね。はい。ごちそうさまでした。いや、よかったです。これで飛行機で爆睡や。船さんが選んだんですか、最初メニューは。いや、もう普通のノーマルみたいな。そしたらセッさんがセセリっていい部屋と思ったらセセリの方がうまかった。めっちゃうまかった。セリーマジうまどんで初めて行った店で宗さんが一番最初にチョイスするやつはいまいちな可能性が高い、結構冒険する時があって、でもチキン南蛮だけはさすがに冒険できん。チキン南蛮で来てんだから。確かにラーメン屋とか行ったらちょっとねこうチャレンジしたくなるんだけど。今日は楽しい旅、またセッツさん吉村さん来てもらいましょうね。それではまた会いましょうね。3、2、1キャスト、キャスト、バイバーイ。